動いたらぶっ壊してやるからな。一言もなく消えやがった。ああそうだ、たっぷりとな。大丈夫だよ。パパはもう怒ってない。愛してる。お前も分かってるだろう。お前のせいだ。全部お前のせいだ。お前がいなきゃこんなことにはならなかった。全部お前のせいだ。捜査は終わりだ。 FBI が引き継ぐ。何？手がかりは見つけた。もうちょっと時間がありゃ必ず。ハンク、分かってくれ。これはもう捜査ってレベルじゃない。内戦勃発寸前なんだぞ。俺たちの出る幕じゃない。国の安全に関わる問題だ。ふざけんな、今さら手を引けだと。あともう少しなんだよ。アンドロイドは嫌いだったんじゃないのか。まったくハンク、一体どうしたんだ。喜ぶと思ってたかな。あと一歩で事件の真相が解明できそうなんだよ。頼むよジェフリー、一度でいいから協力してくれ。私にはもうどうにもできない。いつもの仕事に戻れ。アンドロイドは送り返しておくよ。悪いなハンク、諦めてくれ。おっとこりゃパーキンスのクソ野郎のご登場だ。たく FBI は仕事が早いね。諦めきれない。証拠の中に答えがあるはずなんです。奪われたらおしまいだ。どうするってんだ。いいか、俺たちは外されたんだよ。手を貸してください警部。あと少し時間があれば手がかりを見つけられるんです。必ずそこに答えがあるはずだ。お前が変異体を見つけない方があいつらにとっても幸せかもな。機械が手出しをすべきことじゃないのかもしれないだろう。悪いな、コナ。手を貸すつもりはない。Thank you.
さあサイバーライフに戻りなさい。待って、解決してみせます。ただ時間さえあれば。諦めなさいコナン、失敗です。